はい皆さんこんにちは今回の授業から関数の極限について考えていきます前回までの授業はね数列に関する極限だったんです数列に関する極限ね今日の授業からは関数の極限について考えていきます関数の極限とはどんなものか詳しく説明をしていきますはいタイトル名が出てますね 関数の極限の基本、括弧1と書いてあります。関数の極限はどのような記号を使って書き表すか。数列の極限と同じような書き表し方をします。リミット、x 矢印 a、fx ね。はい、x 矢印 a の意味は知ってるかだ実数 x が限りなく a に近づいていくんです。この x 矢印 a というのはね、 ここののの x x というはは変変数数なんですよ。この x は変数だよ。だってさ f x だよね f かっ,こ x って関数だよね関数に使われる x は変数だよねそうこの x は変数で変数 x が限りなく a に近づいていくこれが x 矢印 a ですそしてこのリミット x 矢印 afx はどう,いうどういう意味の式かね上からゆっくり読んでいくからね この式はと呼ぶね。この式は x が限りなく a に近づくとき、リミットの右側に書いてあるものが f x ね。リミットの右側に書いてあるもの f x ね。ここに書き書き込まれた f x ね。この f x が近づいていく目標値なんです。もう一回ゆっくり読み上げます。リミット x やじるし a f x は x が 限りなく a に近づくとき fx が近づいていく目標値なんです。そう、あの大雑把に言ってしまえば、数列の極限と似てるんですね。数列の代わりに関数 fx が登場する。そして数列だったらリミットの下が n 矢印無限大だったわけ。関数の極限になると X 矢印 a になります。この a はね。この a は定数。 この A は定数のこともあるけども、この A の箇所に無限大が入ることもあります。今回の授業はね、X 矢印 A のこの A は定数として扱っていきますからね。X 矢印 A の A は定数として扱っていきます。でもね、やることは簡単なの。やることは簡単。今日の授業はね、何しろ関数の極限の基本一なんだから。ここしっかり覚えておいて。まず丸 ①、えー。FA ね。 fx という関数がありますここに定数 a が書いてあるよねここに定数 a が書いてあるねそう fa が x に a を代入したものね x に a を代入した fa が定数であればなんですいいですか ?fx の x に a を代入した fa が定数であればリミット x 矢印 afx この極限は fa と一致するんです。ね。 あのー、私は授業中ねずっと長い授業生でこういう名称を付けてるんです単純代入形教科書とか参考書には単純代入形っていう言葉は使われてませんいい単純に代入して答えが出るから単純代入形ねただし小山先生はダメだよ FA が定数であればなんだからねいい X に A 代入したって定数にならない時もあるんですよ定数になったら単純に代入できるよってことそして丸にはねあ丸にはね あえて注意事項的に書いておいたんです単純に代入できないときもあるんですよね、FA が定数にならない単純に代入できないときはリミット x 矢印 a fx は、ね、極限としてプラス無限代やあるいはマイナス無限大が出てくるわけプラス無限大やマイナス無限大は数列の極限で説明しましたよねそうプラス無限大やマイナス無限大というものが極限として出てくることもありますこれは注意しておきますね単純代入系だったら FA 定数がれますそうでないこともあるよというのがこの二番の意味ですではこの一丸二を使う問題を考えていきましょうそろそろ問題1に入っていきますはい問題1が出てますね次の極限を求めようリミット、x、矢印2リミットの右側は2 x 二乗− 3 x く1ですこれが1ね ええー、括弧にも読み上げておくと、リミット x 矢印マイナスにね、x 矢印マイナスにルート1引く x です。はい、では括弧1から解説します。ここの式は x の二次式です。2x 乗マイナス 3x 引く1で、ね、これが先ほどオープニングのところでは f(x) と書かれていたわけ。オープニングのところではここが f(x) ね。 そしてオープニングのところでは、x、矢印 A って書いてあったけどもその A が今この問題では2になったんです2にねそして今日の授業のメインテーマは何だったかオープニングのところ単純代入形なんです単純代入形ねはいこの、x、の関数二次関数だよねこの二次関数に x=2 ほら x 矢印2でしょ x 矢印2だよね x 矢印2のこの2こ,ここの2ねここの2を代入したらはい ここの x に2を代入したら出てくるのは定数だよね。そうこれは単純代入形が使える関数の極限なんです。はいそうするとかっこ1ね。 単純代入計なんですそうするとこの計算はどうなるかこうなるんですこの式ねはっきりと見えてますよねこの式ははっきりと見え見えてますよね四式という言葉を使って省略しますねはいここの x の二次関数に x 矢印二のこの二を代入したら定数がはっきりと見えてきますから具体的にその計算を行います単純代入計だからね はい2を代にすると、はい、ここは 2×2 の2乗引くことの 3×2-1 はいこれ暗算でいけるね2の3乗8だよ88-6-18-6-1で1ですはいではカッコ 1OK だね 括弧にリミット x 矢印マイナスにね。出てきた関数は √1- x ルートがかぶってるから無理関数です。ところがだよ。はい、難しく考えることないよね。ルート 1- x のここの x に -2 を代入したらどうなります。ここの x に -2 を代入すれば当然ね。定数になるでしょう。そう、括弧にも単純代入系なんです。括弧にも単純代入系ね。 x 矢印ス2って書いてあるこのス2をここの関数の x の場所に代入するとただの定数だよね定数と確認できればみんな単純代入けなんですそうすると括弧にもこれ四式イコールだ始めちゃうね四式イコールリミット x 矢印ス2ねあごめんなさい 単純代入形と言いながらリミット、X、矢印ス2って書いてしまったけどもリミット、X、矢印ス2単純代入形だから代入していきますごめんなさいねルート1 2ほら単純に代入したわけ、X、の箇所にス2をはいここの、X、の箇所にス2がしっかりと代入されてますね出てくるのは定数ですよね単純代入形なんです そう、x に値を代入して、このように定数が出てくれば、単純代入形ね。これが、今回の授業の、いいですか、ポイントになってるわけです。それもポイントは、これは丸一の方ですね。オープニングのポイントの丸一、単純代入形になってるんです。括弧一の問題も括弧二の問題ね。だから、ここも強調して、単純代入形と入れておきました。はい、これは事実上、実際に、ルート三なんです。 はい、みんな理解できたかな。まず、このような関数の極限を見たら、リミットの下に書かれている。この定数を x に代入してみよう。リミットの下に書かれている。この定数を x に代入してみよう。代入した値が定数であれば、それがこの関数の極限単純代入系が使えるわけです。はい、問題1のテーマはオープニングのポイント丸1単純代入系がテーマだったわけです。では、問題1は問題1の解説はここまでとしますよ。 はい問題２が出てきましたね。次の極限値を求めよう。カッコ１って出てます。カッコ１の解説が終わったら次にカッコ２の問題を出しますからね。はい今回リミット ｘ やじりしゼロだねゼロだねリミットの下に書かれているこの定数はゼロだねゼロ代入したらどうですか。分母にゼロ代入すると分母はマイナス３分子にここの分子の ｘ の箇所に ゼロ代入すると一だよね。そう、これ分数関数なんですけども。ゼロ代入したらちゃんと定数になります。単純代入形なんです。そうすると、この式イコール。よし、イコールでやるね。単純代入形だから。一回、まずね、こういうふうに考えるわけ。まず。リミットの下の定数をエックスに代入してみよう。そして、定数らしいなと思ったら。 与えられた式イコールで計算をしてここの、X、に0代入して2 × 0く3ねここの、X、に0代入して 0+1 イコールはいこれが単純代入計による計算の仕方ね。まず、X、に定数を代入してあ定数になるなと思ったらこの計算から始めればいいわけ。はい、そうするとこれは 分分母マイナスですからマイナス分の1です。そしてねもうこれは気が付いてると思うけどもこの括弧1番の問題はオープニングのポイント丸1ね単純代入形になってたよってことなんですね。 単純代入型になってたよと、はいではカッコ一の解説はここまでとして次カッ二を出していきますね。はいカッ二の問題が出てきましたね。リミット x 矢印に x 引くにカッコ乗分の三まずこのような問題を見たときには単純代入型かどうかを確認するわけね。リミットの下の x 矢印にこの定数は二ですね。x に二を代入しています。試しにね。 2を代入しますよ。ここに2を代入すると2引く2ゼロですよね。単純に代入するとゼロ次乗分の3というなんか変な値が出てきました。なんか変な値が出てきたからこれなんだクエスチョンマークつけました。そう分数式においてはねゼロ分のっていう値は存在しないんですよ。そう括弧の問題に見分かったかな？単純代入系が効かないタイプなんです。 単純代入受が効かないタイプね。その場合にはどうするか。はい、x が限りなく2に近づいていくんだよね。x が限りなく2に近づくとき。はい、この x 矢印2というのは x が限りなく2に近づくときだから、ここカギ括弧つけてね。こう書きますよ。x 矢印2、x が限りなく2に近づくときのとき。 どこを見るかなんです。ね、この式全体を見るんじゃないんです。x の入っている式だけを見るの。この分数式全体を見るのではないの。x のある場所だけ、つまり x 引くにカッ二乗だけ見るんです。x 引くにカッ二乗ね。はい、x 引くにカッ二乗だけ見るんだよ。x が限りなく2に近づくとき x-2 引く乗はどんな値に近づいていくか何を目標値として近づいていくのかそれを考えるわけよ。はい、イメージしてみよういいかい x が2に近づくんだよね。x が2に近づくんだよね。x が2に近づくんだよね。ちょっとねここで白のチョークが止まってるけどもね。 x を2.1せるね x 2.1、ね、ここだよね2.1だよね2.1だよね2 1く 2, 2. 2で0.1の事情ね。そうすると x 引2かっこ二乗っていうのはかっこの二乗がついてるからね正の数だっていうのが分かるでしょう正の数ね。そして正の数でどんな値に近づくからです。 じゃあこれ x イコール =2.1 の時に0.1の次乗だけどももしこれを2.01ねゼロ一にすると0.01の次乗なんですね。これは正の値をとって正の値でこれは正の値で。 正の値でゼロに近づくことが見えるでしょう。ここのところちょっと書き方変えてね。こうやってみようか。もう一個実験してみせよね。x が2.1の時き0.1の事情で正の値でゼロにゼロ、えー、に接近していく状況が少し見えるよね。そうしたらさ、x イコール2.01の時いい？ここの x を2.01にすると。 だよね0.01の括弧の事象と、ね、0.01の括弧の事象正の値だよね。そして先ほどより0に近いいていく状況が分かるでしょうそう単純代入形でなかったときには具体的に、X、に、ね、2に近い数ね2.1とか2.01を代入してどんな値を目指していくのか近づいていく値をしっかりとイメージできることが大事だ。 はい、x 引く2括弧二乗は正の値でゼロに近づくわけ。はい、じゃあこの式はどうなります？リミット x 矢印に x 引く2括弧二乗分の3だよ。これね、x 引く2括弧二乗は正の値でゼロに近づくわけ。正の値でゼロね。じゃあ極端なことを言ってみせるね。正の値でゼロに近づくんでしょ？ だったらこれはさ1億分の1みたいなな形になるわけよ分母は1億分の1とかね1兆分の1とか1,000兆分の1のような数ねそして分子は3なんだよ分母は1億分の1とか1,000億分の1とか1,000兆分の1みたいな数ねそして分母は分子は3になってるわけそうするとこの値は大きな数字を目指して進んでいくでしょう。はい、こういういいい方していいかな はいここもう一回説明します分母は正でゼロに近づいていくんですだから一分母は一億分の一とか一千万億分の一とか千億分の一とかねそういうイメージを持っておいておき分母はどん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 ゼロに近づくわけそして分母は正の値でゼロに近づき分子は三だからどん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 大きな値が出てくるわけですどん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 大きな値が出てくるつまり無限大を目指して進んでいくわけです。 これが、ね、今日のオープニングのポイントの ② にあたるものなんです単純代入形が使えなかったときには実際に考えている式がどんな値に近づいていくか調べるわけそれは x のあるところだけ調べるわけそしてその状況が分かったらその状況が分かったらこの関数全体はどんな値に近づくのか分母が正で0に近づくから 分母が正でゼロに近づくことから。ここの分数式はどん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 大きな値は。出してくるわけね。よって極限は。無限大となるわけです。はい。問題二の括弧二の解説分かったかな。はい、括弧二はここまでとします。はい。今回の授業を。軽く復習しておきましょう。まず。 こののリミット x 矢印の意味は分かりましたよね具体的にこの a の値と f の式が与えられないと実際に話にならないわけです。そして今日の授業のメインテーマはこれだったんですね単純代入形ここの f の x に a を代入した時 fa が定数であればその fa がこの関数の極限になるわけです。ただし fa が定数でなかったらなんですよ。 FA が定数でなかったときには、近づいていく値をイメージして計算を進める。そうすると極限が、この関数の極限が、正の無限大や負の無限大、無限大やマイナス無限大になることもある。これがいいですか。今日の授業の最後の問題二の括弧二が、この丸二番に当たるものだったわけです。ここをしっかりと押さえておいてくださいね。それではこれで今日の授業は終わりにいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。